ロバート・マイエは、カナダ・ニューブランズウィック州出身のプロレスラー、俳優、WWF における、クルガンのリングネームで知られる。ファミリーネームは、マイレット、または、メーレットなどとローマ字読みでご表記される場合もあるが、本校では原音に近い表記を使用する。1989年、地元、ニューブランズウィックをサーキットエリアとするカナダ大西洋岸の、 マリタイム地区にてデビュー。フランス語が母語のアケーディアンであることから、デビュー当時はアケディアンジャイアントのリングネームを名乗った。巨人レスラーとして注目され、カナダを主戦場にプエルトリコにも遠征。1993年3月にはプエルトリコとの定携ルートで WING プロモーションにゴリアス・エル・ヒガンテとして初来日。 7月の最来日では、クラッシュ・ザ・ターミネーターと、WING 認定世界ヘビー級王座、決定トーナメントの決勝を争った。1997年、テネシー州メンフィスのアスワに参戦。インテロゲーターと改名して、軍人スタイルに変身、南アフリカの治安部隊をギミックとした、ユニット、トゥルース・コミッションを結成する。リーコンこと、バリー・ブキャナンをパートナーに、 ポール・ダイヤモンドスティーブン・ダンなどのチームを破り、アスは世界タッグ王座を通算3回獲得した。同年下期より、トゥルース・コミッションとして WWF に登場。スナイパーコ・トリュック・ポワリエを加えたトリオで、クラッシュ率いる DOA やリージョン・オブ・ドゥームと軍団構想を展開した。1998年、リングネームをクルガンに変更して、シングルプレイヤーに転身後、 大巨人ジャイアントシルバ、覆面レスラーのゴルガ、怪奇派女子レスラーのルナバションラーと共に、サーカスのフリークショーをイメージした異形の怪物集団、ヒューマン・オディティーズの一員となる。当初の彼らは、ザ・ジャカルが、マネージャーにつきヒールのポジションだったが、やがて、セーブルやインセーン・クラウン・ポッシーと共闘して、コミカルなベビーフェイスのユニットに転向。小柄な怪獣イとのデコボコ構想で、 ミッドカード戦線を沸かせた。1999年に WWF を解雇されてからは、カナダのインディー団体を転戦し、リュック・ポワリエの仲介で、オット・ワンツが主催していた、中央のクアにも遠征。12月4日に、ドイツのブレーメンにて、ポワリエの保持していた、クア世界ヘビー機ー王座に挑戦している。2005年7月8日には、 ジャック・ルージョーがプロモートしたモントリオールでの興行で、ジム・ドゥ・グアンと対戦した。その巨体とコア表を買われ、2000年代からは悪役アクション俳優として、300、シャーロック・ホームズ、シャドウ・ハンターなどの映画作品に出演している。2011年3月17日には、オンタリオ州の TWA にて久々に、リングに吹き、ジェイソン・センセーションから勝利を収めた。 2014年には WWF 時代の名誉インジョンソン主演の映画、ヘラクレスに出演した。タイは役名。ありがとうございます。